その自分のミスがすごい多くて、まあ、相手がこう何かをしたっていうよりはこう自分たちがこうミスでこうゲームがこうシーソーになってしまったっていう形で、まあ、最後そのタイブレイクはまあいい形で自分たちからポイント取りに行けてたのでそこは良かったかなって思います。嬉しいというよりかはほっとしてて、まあ、一応シードもちゃんとついてるのでやっぱシードを守らなきゃっていうのでちょっとほっとしてます。まあ、かなこちゃんがすごいいいストロークも持ってますし、まあ、ネットプレーもうまいんで、まあ、特にストロークでこう力強く押してくれてるので自分はすごい前で動きやすくプレーさせてもらってて、まあ、その形が一番、まあ、自分たちの強みかなって思います。本当に私がまあ後ろで作るってそれが仕事だと思ってたので、で本当に前で本当にすごい動きをしてくれるのでその動きに合わせて自分が作っていくっていうのをその形が一番かなと思います。最高最高です。テンション低い やばい今の全然込み合ってないですね今の。ちょっとカットでやばいっす今のちょっとカットで今のはやばいびっくりしちゃったすいません。確かになんかちょっとずれてましたけど、はい失礼しました。シードどうこうっていうよりも自分たちのプレーをしっかりすれば勝ちにつながるところもありえると思うのでしっかり相手どうこうっていうよりは自分たちのプレーを明日1ポイント目からしっかりできるようにしたいと思います。はい、そうですね、まあ、次につなげられたっていうのは本当に一番大きいことだと思うので、もう私たちらしく笑顔で頑張っていきたいと思います。